今回は日本に恐ろしい大きな戦争が迫りくるを紹介します次期アメリカ大統領を決める2016年の大統領選挙がスタートした最有力候補とされるヒラリー・クリントンがもし大統領になったら世界は一気に大きな戦争をラージ王に突入する安保法制を整備憲法改正と ヒラリーとネオコン同盟に呼応する安倍政権極東で起こりうるアジア人同士の戦争に日本が巻き込まれないために知っておくべきこと副島貴彦が近未来を予測予言する内容についてはさすがに預金封鎖リーマンショックオバマ大統領本著でも絶賛野田義彦首相誕生 小沢一郎による官庁の大掃除など数々の予言をしてきたことのある著者だけのことはあるアメリカ分析は面白かった新藤栄一なんて専門家よりも説明が分かりやすい論士明白政治分析は当たりはずれは別にして並みの政治学者よりも読む価値あり天聖小村君の翻訳もナイスこれが後半の中国共産党分析になるとびっ クリナウキンペイン抑算記事のオンパレード中国共産党によるアジア征服の戦略がよくわかるプロパガンダただし原発問題は頑張って主張を続けてね著者は日本国のサバイバルは少しも考えていないことがよくわかる以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。